開催、今回は伊江島にある、第502特設警備工兵隊出撃の地っていうね場所に来てるんですが、皆さんなんかめちゃくちゃ深そうな洞窟がありますね。なんでこの502特設警備工兵隊が使っていた洞窟なんでしょうね。あ、でもなんか埋まってる感じがしますね。おります？じゃあちょろっと降りて、あ、でもはい、ちょっとハブがいる、ハブこれほら、ハブ本当だね。あれは、はい、でかくない？はい、もう威嚇してるんで、うん、やっぱり洞窟が危ないですよ。入らん方がいいかもしれない。はい、すげえ。ハブです。入らんでよかったですよ、今初めてかも。あ、そうなんですか。うん、ほら、これ今いるんだ。はい、いますよ、僕これ下いるんですよ、ハブはねえ、ハブほら警戒してペロペロしてますよ。でもワジャーとかはもうしない方がいいんで、このハブ見た時はもう本当にね、うん、入らない方がいいですね、うんうん、はい、こちらハブで、うん、で、またこの近くいろいろポイントがあるようなので、またそういった場所行きたいと思いますね。ハブ危なかったな。はい、さい、今回は伊江島に来ています。だいぶね高い場所からね見下ろす場所なんですが、この辺近くにヒロさんゴリラ岩っていうね岩があるらしいんですが、ちょっとね僕たちって初めてじゃないですか。初めてっていうかもうほぼ初めてなんで、ちょっと歩きながら探さないと大っぽい感じがするんで探しましょうか。はい、でさっきのハブ怖かったですね。風が吹いてるね、意外と。なんかもう岩を見といてくださいね。どれがゴリラか分かんないんで僕も。でも綺麗にカットされてますね。もしかしたら一番下まで行ったら分かるとかですかね。なんかあの辺も楽しそうだな。なんかゴリラっぽい岩ないですか。これ車で降りれるんですね、多分。で、こんだけね穴が落ちてるってことはね、夜は虫が出てきそうですね。でね、もうね午後3時回っててね、4時に車返さないといけないですよ。まあ、船の時間があるんで、あと1時間ぐらいしかないんで、あんまりねここで時間を使ったらね、もともと行きたかったハイビスカス園に行くことができなくなるからね、ちょっと早足で今撮影してるんですが、どれがゴリラだ。車で降りれるんですね、実は。ゴリラ岩、ゴリラ岩。うわ、だいぶ奥まであったんだ。ヒロさん、これだいぶあるんで車がいいかもしれないですよ。はい、そして多分この岩とか見たらゴリラの形してるんじゃないですかね。なんで一回ね車であちらまで移動したいと思います。はい、僕も一緒にね戻ろうかなと思ったけど、ヒロさんが
一人で取りに行ってくれるよっていうんで、はい、僕は映しながら降りていきますね。ただ本当にね、どれがゴリラ岩なのか分かんないんですが、なんだろうね、さっきまでの伊江島の海岸線とはなんか違ってね、断崖絶壁みたいな雰囲気の場所に来てますね。で、多分ここ潜るとさ超楽しそうです。リーフ水路になっててね、なんか岩が溝ができてる感じなんで、潜ると良さげな、わあ、シュノーケルしたいな。多分僕が伊江島で一番潜りたい場所どこかって言ったらここですね。綺麗なねビーチとかはあったんですが、海の生き物とかね、そういうのを見る見るのが好きな人にとってはこっちが、これなんか洞窟みたいな、すごいな、岩肌が穴が開いててね、泥の霊岩っていうんですか、石が固まってて、そこなんてまるで洞窟ですよ。で、さっきみたいにね、ハブがいることがあるんでね、こういった場所コロコロ崩れそうだね、危ないね。で、水とかがあるからもうハブそうだ。わぁ、やっぱ綺麗だな、海がマジ最高ね。えご覧くださいよ、この海。あれ、また伊平屋とか伊是名の島なのかな、もしかしてね、画面中央遠くに映ってるのがね。ゴリラはどこだ。あ、上はなんか展望台みたいな場所から眺めることができるんですね。画面中央あたりはね、断崖絶壁のところに人がいたりするんで、あちらからもそのゴリラ岩が見えるから、なんかこの辺にあるのかな。この辺も洞窟だ。ゴリラ岩が分かんない、どこにあるのか教えてゴリラちゃん。こういう岩の隙間とかにヤシガニも本当多そうですね。おお、面白いね。この石がナーベラーにつって、ね、左は海岸なんで危ないよって天然石で防波堤を作ってるけど、マジこういうの楽しそうだな、ここ。そうだ、本当に、上展望台の方には人がいるね。ゴリラ岩がどこか分かんない。そう、ゴリラの川見えるの、ちょっと画面で、ね、難しい中央ぐらいに見えるの、そんなことはないか。もうちょっと奥まで行ってみようか。何なんですかね、この四角い倉庫みたいな、これは何なんでしょうね。水タンクでも何なんですかね。岩に扉がさあ、暑いなあそこ、ね、これ上全部何やろ、展望台みたいになってるんだ ね。こっから階段で海の生き物を見たりするんだね。いやいや違います、違います。もっと発見した、
じゃあ行きます。わかんないんだよね。まあね、また分かり次第、ね、撮影していこうかななんて思ってるんですが、ね、もうね本当に先ほど言ったみたいに車返したりね、船乗る時間が迫ってきてるんで、ね、この建物がね何なのかも分かんないし、到着みたいなもんなのか知らないよな。あれがこれだっぽいんだよな、画面中央のね。違うのかな、眉毛みたいな感じがする、まあこの辺近くにおそらくねゴリラ岩っていうのがあると思うんですが、今回は、第502、まあね、ハブガイターの洞窟と、まあ、どれがゴリラ岩かわからないで、ゴリラ岩から、沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。またね、バイバイ。